どうも、小池です。アンバサダー東江です。はい、皆さん、たくさんのアクセスありがとうございます。はい。はい、最近いかがですか？まもなく1万人、もしかしたらこの動画の頃には1万人いってるかもしれない。大事なところで噛んでしまって。1万人、ありがとうございます。というわけで今日もちょっと怖い話をしていくんですけども、はい、またジブリを取り扱おうと思っています。おお、ジブリ。前のジブリ何やりました？隣のトドロを取り上げましたね。はい、どんなテーマでした？やっぱり死神説。そうだよね、はい、これもずっともう十何年前からも言われてるようなもう都市伝説なんだけど、ジブリってやっぱりあんだけの大作だから、はい、毎回毎回作品が出るたびに都市伝説って出てきちゃう。そうですね。そうで、前のトトロの、はい、まあ、死神がちょっと好評だったから、今回も死に関わる都市伝説を紹介します。お崖の上のポニョ、実は死後の世界だった。ポニョは見たことありますか？もちろんありますね。はい、どんな話でした？ポニョは、まあ、ちょっと小さい時に見たらあんま覚えてないんですけど、ソウスケ、まあ、主人公とポニョがなんか恋を落ちて、うんうん、で、なんかお父さんにいきなりポニョが引き剥がされて、うん、それでもやっぱり二人は恋をしたいっていう話でしたね。そうそう、簡単に言ったらそうなんだけど、うん、ちょっと覚えてないっていう人も結構いるんですよ。そうですね。なんか歌は強烈ですけど、ポニョ、ポニョ、ポニョ、魚の子、ポニョ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 。え、なんでそのちょっと肥満な感じの体型の人ダイエットしないとね。すごい内臓脂肪がすごい感じしたけど、はい、はい、まあ、冗談をさておく、うん、ちょっとね、詳しくちょっとストーリーを解説しますと、崖の上の一軒家に住む5歳の少年ソウスケはある日クラゲに乗って家出した魚の子ポニョと出会います、うん、ソウスケのことを好きになるポニョ、ソウスケもポニョのことを好きになります。しかしかつて人間を辞め海の住人となった父藤本によってポニョは海の中へと連れ戻されてしまいます。人間になりたいポニョは妹たちの力を借りて父の魔法を盗み出し、再びソウスケのいる人間の世界を目指す。まあこんな話なわけですよ、ね、はい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 、っていうことなんですけども、はい、じゃあ冒頭で言った、はい、なんでその死後の世界なんだっていうことが、まあ、言われるかっていうと、うん、まあ、結構そういうフレーズが作中にもたびたび登場してまして、うんうん、海の上にたくさんの船が寄り集まった船の墓場っていうのが存在するんだよね、はい、で老人ホームのおばちゃんたちが海の中であの世もいいわねえとか、うん、ここってあの世なのとか言ったり、何かとこうあの世とかね、はい、そういう死を連想させることを言ってくるんですよ。あ、そうでしたっけ。そう、じゃあ細かくちょっと分析してもっと解説していきますね、はい、津波がね襲ってくるシーンが作中にあるんですけど、津波から逃れるときに高台に登っていくときにトンネルがあるんです。トンネル、はい、ソウスケはポニョとそこを通ろうとしますが、うん、人間の女の子になりかけていたポニョは魚へ戻ってしまう。おお。そのことからこのトンネルが現世とあの世をつなぐトンネルなのではないか。なんでそのトンネルに入る前は今の話、トンネルをくぐった後は死後の世界、はそう、っていう意味があるんじゃないかと、はいはい、ちょっと怖いんですけど、はい、そのねトンネルを通り抜けたソウスケはすでに亡くなっていると、まあ、推測できることが結構あるんですけど、うん、まずねトンネルの入り口には地蔵があるんです、うんうん、まあ、日本ではその地蔵っていうのは道祖神って言います。キロに置かれ子供たちを守る、まあ、菩薩としてあるんですけど、うんうん、ちょっとこう不気味な感じでしょ。まあまあまあ、そうですね。そう、ソウスケとポニョはボートで漂っている家族と出会います。その家族が大正時代の人たちであることがパンフレットによって明かされるんだよね。え、どう思う？大正時代？そう。あ、そんな古い世界観でしたっけ？そう、今令和の時代になりましたけど、はい、ポニョが公開されたのは平成の時代なんで。そうですね。そんな長いこと漂ってたと。あれはそうだっけ？公式の設定なんでね。このことから彼らは亡くなっていて長期間成仏できずにさまよっていたってことが分かるんです。また町がまるで津波などなかったかのように美しい状態で海底に沈んでいるように見えます、はい、名を逃れたのか船に乗っている人たちも元気で明るい感じ、うんうん、これは一体どういうことなのって。そういうことか。そう、なんか明るくポップな描写はね子供に対してのメッセージもあるし、ジブリならでもポップな感じもあるんだけど、よくよく考えたらちょっと不自然じゃねえのみたいな。確かに。この船に乗った人々は、はい、もしかするともうすでに死んでしまっていて、三途の川を今まさに渡ってる最中っていう考え方もあります。おお。で、ちなみにねポニョにも本名が存在するんですよ。え、ポニョなんちゃらとかじゃなくて、はい、なんとねブリュンヒルデ。え、全くちょっとね関連性もなく想像できにくい名前なんだけど、はい、そのブリュンヒルデっていうのはね北欧神話に出てくるワルキューレ、うん、バルキリーの一人なんです。おー、はい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 。で、バルキューレは戦で勝敗を左右し戦死した者オーディンのバルハラに連れていく役割を担ってるんですよ。ええー、死んだ人を連れていく、まあ、案内する人みたいな。は
はい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 、でしかもね、これね、なんだかんだのこじつけじゃないんですよ。ポネの名前であるブリュンヒルデはこの9人いるワルキューレの長女なんだよね。死者を連れていく役割を担う名前を持つことから、ポネは死神に似たものではないかというふうに言われているんです。それも公式で言われてるんですよね。だからトトロはね、はい、死神じゃないのっていうのは結構想像でほら分かるような、うんうん、なんか気づく人だけ気づいてみたいな感じだけど、はい、これは結構そのブリュンヒルデっていう名前からわざわざそういうことを読み解かせるようにしたメッセージではないかと。うわ、でさらにその老人ホームの人たちもそういう会話をしている、はい、船の墓場っていうものが出てきている、これは完全にそういうことを言っているんじゃないかなと。おー、でトトロに関してはそういうことじゃないですよっていうふうに公式は否定の声明を出してるんですけど、今回は沈黙を保ったままです、はい、さらにね、ここから都市伝説が本当に確信に迫るような解説をちょっとしていきます。はい、宗介の父である光一は一度船の墓場にたどり着いたことがあるんだけど、はい、この船の墓場というのはたどり着いたら最後戻ってこれない場所なんですよ。へー、だけども光一はなんとか戻ってくることができた、うんうん、観音様に助けられたって言ってるんですけど、その後津波に流された船も船の墓場にたどり着いてしまうんだよね、うん、その時に船長は船の墓場だ、あの世の扉が開いてしまったんだ、うん、と意味深な発言をします。いちいちそれ言う、あの世の扉が開く、確かにそれは言う必要ないもんな。言う必要ないよね、物語に関係ないもんね、うん、でしかもね、ジブリの曲ってすごいいい曲ばっかりやん。あ、そうですよ。そう、それを作曲してるのは久石譲さん。そう、久石譲先生なんですけど、はい、その久石譲先生はね、インタビューの中で、はい、死後の世界や輪廻転生などの難しいテーマを投げかけながらも、子供からは少年の冒険の物語に見えるという二重の構造を表現するのが難しかったと意味深なコメントを残しています。お、普通の少年の冒険にしか見えてなかったわ。そう、だからまあ設定はね、すごい大事に多分ね、スタッフ側でもあると思うんだよ、はい、だから久石譲先生にもポニョっていう話はこういう話だから絶対伝わってると思うんだけど、うんうんうん、そこの設定を多分忠実に再現して多分曲って多分作ってると思うんだよ、はい、だからポロッとそのインタビューの中でそこのことを言ってしまったと思うんですよね。すげえ。死後の世界や輪廻、魂の不滅などを考えて曲を作るなんてまず普通では考えられないとか、そういうことも含めてまたこの曲を聴くとなんかちょっと怖くなってくるよね。そういったたくさんのことから、はい、まあ、崖の上のポニョはもう後半はもう死後の世界の物語じゃないかっていうふうに言われております。おお。では本日の鳥肌スコアは58です。おお、どうですか。死後の5とポニョの8で58かなっていう。はい、で本日の鳥肌ポイントはジブリ死後の世界好きすぎ説。次回の小焼きスタジオなんですけど、はい、なんと初めてジョジョに関する都市伝説をお送りします。おお、ジョジョ、まあ、ジョジョ大好きな人も多いと思うんですけど、はい、これを聞いたらジョジョの見方がちょっと変わるかもしれません。ぜひお楽しみに。楽しみ。今から楽しみだっていう人はチャンネル登録をしておいてくださいね。はい、今日の動画が良かったって人は今すぐ高評価をしておいてください。はい、次2万人目指してやっていくんで、はい、小焼きスタジオが面白いなっていう人は友達とかにも勧めてね。勧めてね。はい、大橋のぞみはどこ行ったのか。 See you。 それ鳥肌ポイントでよかったんじゃん。